どうもです。どうもです。どうもです。はい、はい、ということで今日は2月25日なんですよね。はい、ということでね、全国の大学受験生の皆様、国公立大学前期試験お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当に俺が前科試験解けなかったあの日ということです今回ですけども、受験シーズンじゃないですか、今って。はい、大学入試センター試験を使った企画。センター終わるからさ、あ、どうなんですよ、できひんと思ってたよ。でも、あ、でも今年が最後だったじゃないですか。はい、そうですね。で、去年、一昨年はカラオケセンター試験という企画を2年連続でやってきたんですよね。やったなでも今年はちょっとね、一個変えてみようじゃないかと。なるほど、そういう形で思いまして、私今回こういうものを用意しました。お、お、こちらはね、セブンイレブンさんのおにぎりでございます。おー、これとセンター試験を今回掛け合わせるという企画を持ってきました。おー、はいっす。それがですね、第1回おにぎりセンター試験。イエーイ。おにぎりセンター試験とはということでですね、今回センター試験は数学 2B を皆さんに渡してもらいます、で、まあ、企画のルールなんですけど、今回2人1組なんですよ。まあ、試験時間60分じゃないですか。はい、食べる側と解く側と30分で交代します。はい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 、で1個食べると1分獲得。1分？ 1 分で、2個食べると、ね、で2個目食べると2分獲得っていうふうに、ね、どんどん多く食べると時間がめちゃめちゃもらえるというシステムで、だから要は60分の間問題を見ることはできるんですよ。あー、そういうこと。問題を見ることはできるけど、相方が食べてくれへんとペン持てへんわけ。チーム分けなんですけど、はい、我々ちょっと12月に明大オープンという試験を受けました。あの時の1位と4位キム・ハナオペア、2位と3位ベン・ガン・ツンペアという、で、これでちょっと公平性が保たれてる。総合点数いい感じですもんね。はい、ということでね、やっていきたいと思います。メイキングパスワーイズセブン・イレブン・いい気分ということで、意気込みどうすか。完全に俺剣道やと思ってるから、これ剣道剣道剣道2段の僕に剣道で勝てると思ってるんですよ。あ、俺最近俺黒い服着て、俺キリト君と自分を名乗ってるけど大丈夫じゃん。いや、僕用事着てるんで。おおおお、そう、譲るか俺それそれははい、ということで、はい、やっていきたいと思います。準備はいいですか。はい、はい、それでは始めます。はい、よーい、スタート。うしえマヨネーズいただきます。唐揚げマヨネーズ、ツナマヨネーズいただきます。俺キムさん、鉛筆。あ、鉛筆はもらえけど、失礼します。すごい海苔パリパリ俺の方がうちょいちょいするのがどんどんコンプロ含んでて、早く食べてください、早く食べてください半分ぐらい早く。えっと、1分食べました。あ、アイス1分。うわ、アイス1分ってなんやねん。やでも待ってな、はい、ほんまに今唐揚げ、でも今暗算で許してるから。あ、もう海苔っすね。はい、キムさん2終了です。うわ、いい。キムさん、キムさん、はい、キムさん、うん、はい、キムさん1分スタート。2個目はちょっとさっぱりめの梅昆布。早く食べた方がいいです。お、残る。お、2分よし。俺この結果のために俺3日間絶対終了してるから。はい、キムさん終了です。ここまでほんまなこれ。キム、暗算してます、してます、してるんで早くしてください食べるよ、食べるよ。はい、3、2、1。はい、はい、キムさん2分スタートです。3つ目は紅茶系です。これは王道です、王道で、からの、なんだっけ、海苔パリパリやん、これめちゃくちゃ驚いたわこれ、すごいな。これ分かった。これの方が大切ない。鶏五目いただきます。キムさんどう？やばいっす。だいぶ時間ないっす。まさ、僕書いてないんで、マークシートにマークをお願いします。OK。任せて。すごい、よくない。お、せーの、うん。はい、キムさん4分スタートです。よし、僕はこれ具たっぷり牛めしいきたいと思います。ではお祝いのお赤飯、これで俺はもうゴールしてもいいかな。お前の腹何度目今2。ちなみに俺は6。まだいける、まだいける。2は嘘やけど、リアル6とか7じゃん。まだ食えるわ。よっか、ほんまにマジで、うん、見合うせやけど、めっちゃ食えるよお前。うん、
今俺 9.5 なんだけど今実際今入れてください、今口に今早く口に入れてください行くぜ、はい、せーのー、はい、どうぞ、スタートです。これね、これ以上食べたらもう俺の脳みそに主張で出す。残り2分です。この2分やばないだって、みんな何もしてない新生産です。この2分やばない2分言っとくけど、お前らが思ってる以上にこっち側きついわ。分かってください。ほんまに。はい、交代でーす。てん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 。あー、まあ、取れへんな、まだ。あれ、はい、このサイト早い、早っ早っ早っ。君いい感じ、君いい感じだよ、お前。どうす、はい、出なさい、来た。はい、花さん終了です。花さんもダメです。あーあー、まだいいじゃん。はい、花さん早っ、君早っ。やばい、簡単すぎる。ただ塗っていくだけの単純な作業。こいつ繊細やな、マジで。ほぼほぼだからできちゃうんだけど、これ。ちょっとちょっと、大事な時間が。まだ、お早っ、えお前早っお前ほんまに食ってる。お、レンガさん、ライオンにしてもらう。残り18分で、レンガさんとキムさんがおにぎり食べたりを並びました。あ、やばい、マークミスしてる。お、やばい、やばい、マークミスしてる。やばい、やばい、どこからずれた。レンガーさんとスンとキムさんが並びました。それ結構、今俺それやったけど、キムが今言ってると思ってやったよ。お、でか。レンガーさんはずっと時間内までできます。マジ、はい、なんそれ。なるほどね。あ、うん、7分追加されました。うわ、ありがとう。こちら側の画面でやることになりました。すごいなってか、みんな、お前らすごすぎひん。ちょ、そんなにやれることだなんて、ちょっとごめん、僕老害だよ。今だけは認める。1分10秒です。できました。前、いけたよ、いけた、うん、書いた。書いた、書いたよ。あ、それ、俺、あ、終わりました。あーい、カン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 、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、これ結構ハイレベルなバトルになるんじゃないかな。でも一個すごいなと思ったのが、あいつらめっちゃ食うやん。いや、すごい。あいつらめっちゃ、いや、マジですごい。ということでね、ノエ審査員にちょっとね、採点をしてもらいます。はい、じゃあお願いします。お願いします。お願いします。結果発表。イエイ。ではまず、レンガンさんとスンチームの点数から。2人の点数は、はい、74点。おー、大門2が完投でした。おお、レンガンさん、レンガンさん、レンガンさん、大門4も20点中18点。すげえ。ということは、50点中で2点しか落としていない。マジ。すげえ。あ、え、あ、まあ、見えてました、僕。まあ、いや、見えてましたよ、ドヤ顔で言うたら、お前。見えてました。まあ、まあ、俺らは、これやったお前ら。スニビーマークするっていうの。これ。これ、俺気づいて最後マークしたんやけどさ。試験官に言われてる。あ、確かに、試験官に言われてる。聞いてみましょう。はい、ということで、花尾さんとキムさんは0点です。いや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 、それだってなんでチェックするか知ってます？ん、それ機械でやればチェックするんですよ。そうです。人間でやるときにはチェックしなくていいんですよね、これ分かってるんで。あー、しかも練習で同等のできるんです。ちなみにですね、もしマークした場合何点だったかと言いますと、100点中93点です。すげー、すげー、すげー。大門1から大門3まで満点でした。すげー。ちょっと待って、あんな短時間でお前大門3つも解いたの。はい。え、やば。
でもベクトル俺も結構焦ることあるから。大門4は20点中13点。ああ、まあ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 、6割よくよくよ。でも全然耐えてる方でしょ。まあいいわ、もう今回はまあまあ負けでいいっすよ。じゃあということで、もう花尾キムチームの勝利と。ありがとうございました。はい、ということでですね、ちょっと鮭だけ僕たち食べ過ぎちゃってですね、今ここにないんですけど、ここにあるね、からし明太子、ツナマヨネーズ、紀州南高梅、昆布と紅鮭の5つがですね、今回セブンイレブンさんがリニューアルされたと、はい、いうことなんですけど、皆さんなんかお気に入りのおにぎりとかありましたか？いやもう、はい、あ、キムさんから、じゃあ順に。僕はですね、5個6個食べてきて、はい、やばいもう入らんと、はい、言った時に、隣のスン君が、うん、鮭美味しいと、で、まあそんなに美味しいというのは食べてみようかと思って食べてみたところ、なんと7個目お腹に入りました。おお、すごい鮭。すごい。花尾さんどうでした？僕も鮭が好きですね。あ、鮭、はいはい、はい、やっぱりもうなんかスッて入るね。あ、まあ確かに、はい、スッて入る。僕6個食べたんですけど、うん、2つ食べたのがツナマヨネーズ。おー、ツナマヨネーズがちょっと非常に味が美味しかったですね。普通に俺ちょっと味濃い方が好きだから。あー、なるほどね。いや俺の腹見て味濃いみたいな言い方しとんちゃうぞ。僕はもうやっぱ最後の方に腹に優しかったのは鮭なんですけど、はい、まあ、やっぱり一番美味しかったのがツナマヨですかね。ツナマヨ、おー、結構でもまあいろいろ味には多分みんな多分好みみたいな分かれるぐらいおにぎりで種類多いですけども、このリニューアルを記念してですね、はい、おにぎり総選挙というキャンペーンを実施するそうです。おこのおにぎり総選挙がですね、このツイッターとかでお客様参加型でね、実施されるということなので、まあ、ぜひ皆さんもね、投票してみてください。はいっす。ラストセンター試験、我々検証結果としましては、キムの暗算とキムの早食いがやばいということで、もうキムがいるチームが勝つと。はぁ、やめてよ。え、キムがいるチーム勝つけど、うん、俺がいるチームは、楽しい。